おはこんばんは、皆さん、どうも、ミッキーです。ミッキーチャンネルへようこそ。はい。今日はですね、やってよ、ミッキー。教えて、ミッキー。質問コーナー、ありがとうございます。ツイッターの方で、ハッシュタグ、1年ぶりですが何か、質問やリクエストを皆さんにツイートしていただきました。本当にたくさんの方々、まずありがとうございます。はい。すべてのツイートを見させていただきました。ということで、では、もう早速行きましょう。質問コーナースタート。久しぶりの質問コーナー、今の心境をどうぞ。楽しみたい。もし YouTuber じゃなかったら何をしていると思いますか？クソニートだったと思う。カメラに向かって怒って。おい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 、おらおら、いつも動画見てくれてありがとう。ミッキーは鶏肉、豚肉、羊肉、どれが好き？私ね、最近ね、鶏肉にハマってる。僕のチャンネル宣伝してください。チャンネル名リユース、再利用、物も人も自然も、そんな動画作ってます。ミッキーちゃんって普段何してるの？平日の話します。朝9時ぐらいに起きて、朝ごはん2時間ぐらいポケーっとテレビ見たり、こたつでぬくぬくして、撮影、編集、撮影、編集、一回タンポポ撫でて、撮影、編集、撮影、編集、撮影、編集。堕天使ミッキー。赤い四角の中に白い三角のある、この地に生まれし、ネズミの使い魔。コラボしてみたい YouTuber さんは？バーチャル YouTuber の誰か。森田ちゃんの真似して。ねえ、そういうとこ。LINE で森田ちゃんに目つぶって、愛のメッセージ送って。なんて送ろうかな。見てないから。遅れたい。遅れない。おお、すげえすごくない？これ。すごくない？はい。ミッキーさんのラブライブサンシャインの2期での一番グッときたシーンを教えてください。あと、ミッキーさん自身が彼氏だとして、ラブライブキャラの中で付き合ってみたいキャラは誰ですか？2期でグッときた場面はですね、何話だろうあれ。1話だった気がする。確か。ごめんね、わかんないけど。泣くもんかって決めるシーン。あそこは本当にやばかったです。ラブライブキャラで付き合ってみたい。花丸ちゃんかな。ミッキーさん、どの水が好きですか？やっぱね、私はね、南アルプスの手。どうでもいいって思いましたね。応援します。頑張ってください。ちょっと待って。何かとミッキーチャンネルを見てる子って、ジャニーズファンいますよね。なぜなんでしょうか？女子が多いからだと思います。ディズニーに行ってまず一番最初にすることは何ですか？すぐワールドバザールの一番近くにある、一番でかいお土産が売っているところにまず一番最初に入って、そこで、最新の商品の被り物だったりを買う。ディズニーランドでのアトラクション第3位から教えてください。第3位、ミッキーのフィルファーマジック。第2位、カリブの海賊。第1位、スプラッシュマウンテン。一人でホールニューワールド歌ってください。あホーニューワールド、 I'm fantastic on the view, and as a world of energy go, and I'm夢に近づくために一番大事だと思うことは？想像力ですかね。一番好きなドラえもんの映画は何ですか？待って。ちょっと待って。これかな。ミッキーの挨拶の振りが何度見てもできない。一回スローでやってほしい。おはこんばんは。みなさん、どうも、ミッキーです。一体何キロ太ったんだ？冗談抜きで20キロ。やってみたい仕事、職業はありますか？来世はイラストレーターになる。森田ちゃんに壁ドンお願いします。1年前ぐらいかなの時にやった壁ドンの写真どうぞ。アンチやネガティブなコメントに対する心の持ちようや対処を教えてほしいです。私も YouTube をやってるんですが、最近アンチが出てきてコメント欄を見るのが怖いです。まああれですね。万人に好かれる人なんていないと思うんですよ、私は。嫌なコメントって、やっぱ言われたくないことだったり、痛いところ刺してくるから、すごいいいコメントもたくさんあるのに、それよりも目立ってしまう。そういうものだと思うんですけども、それを気にするときはめっちゃして、でも結果的に、でも私は愛されてるって思ってるといいと思います。森田ちゃんに無言電話。切っていい？切られた。ここで番組の途中ですが、速報です。YouTuber 兼ラブライバーのミッキー氏が森田光子氏と結婚することを発表しました。ミッキーとの結婚について森田氏にインタビューしてみました。ミッキーさんと結婚したって本当ですか？あ、そうですね。1ヶ月前ぐらいに。してねえよはい、ということで、以上をもちまして、ミッキーの質問コーナー2018年、初めての質問コーナーとさせていただきます。ってことで、最後まで見てくれてありがとう。では、次のミッキーチャンネルでお会いしましょう。バイバイビーン。やっぱ質問コーナーって楽しいね。君と